こんにちは、ビクトリア、ルービンです。最近話題のステーブルディフュージョンを Google コラボラトリーで動かす方法を紹介します。イメージとイメージをコラボで動かす方法は公式ではなく、レディットユーザーが非公式で作成したばかりの方法なので、この方法は1年後には動かなくなると思います。ご了承ください。まず動画のようにコラボにアクセスします。 Google アカウントがない人は作成しましょう。次にレディットを検索して公開されたコードを探します。ステーブルディフュージョン、イメージトゥイメージ、 Google コラボセットアップガイドにアクセスします。英語は難しいので日本語に翻訳します。ここではステーブルディフュージョンのウェイトをダウンロードして、このユーザーが作成したコラボのノートブックもダウンロードします。ウェイトはハギングフェイスのサイトからダウンロードします。ステーブルディフュージョン V14 オリジナルというファイル名です。ここでハギングフェイスのサイトにログインしないとウェイトがダウンロードできないので、アカウントを作成します。アクセスリポジトリをクリック、サインアップでアカウント作成に移動します。この画面では E メール、アドレス、パスワード入力して NEXT、 ちなみにコラボと同じ基本無料です。この画面ではユーザーネーム、フルネーム、ユーザーネームは ID で後から変更できません。フルネームは後から変更できます。ここでは同じ名前にします。利用規約と行動規範を読み同意します。未チェックを入れます。クリエイトアカウントでアカウントを作成します。確認のメールが届いているので、そのメール内のリンクをクリックするとアカウント作成完了です。ライセンスを読み規約に同意します。未チェックを入れます。アクセスリポジトリをクリックします。 SDV14CKPTをクリックしてダウンロードします。 4GB もあるので Google ドライブの上限に気をつけてください。次に Google コラボのノートブックをダウンロードします。×ボタンでドロップボックスの画面を閉じます。ダウンロードをクリックします。これでファイルのダウンロードが終わりました。コラボでダウンロードしたノートブックを開きます。ファイルからノートブックをアップロードをクリック、ファイルを選択をクリックします。録画できていませんが、ダイアログが開いてファイルを選択、イメージ2イメージ8 22 V3 IPython ノートブックを選択しています。英語でわからないですね。はい、頑張って D2L で日本語に翻訳しました。翻訳したノートブックは公開設定にしてリンクを貼っておきます。翻訳したこのノートブックをコピーして使っていきます。このあたりに本人以外はドライブにコピーが表示されています。クリックしてドライブにコピーしましょう。本人は表示がないので、もう一つの方法でコピーします。ファイルからドライブにコピーを保存をクリックします。コラボの準備はこれで終わりです。次に先ほどのウェイトを G ドライブにアップロードします。このあたりで右クリックします。ファイルのアップロードをクリックします。録画できていませんが、ダイアログが表示されています。 SDV14CKPT ファイルを選択しています。アップロードが完了し、ファイルがあることを確認します。ついでにノートブックも確認します。次に簡単な絵を用意します。ペイントでアニメの女の子を描きました。これで準備は完了したので、コラボを実行していきます。この再生ボタンをクリックして実行します。問題ないので OK を押します。このテスラ T4という表示を覚えておきます。下にスクロールしていきます。ここで使います。今回はテスラ T4
だったので640を選択します。 Google ドライブに接続をクリックします。また録画できてませんがダイアログが開いています。 G ドライブにアップロードしたアカウントをクリックします。次の画面で下にスクロールして許可をクリックします。待っている間は暇なのでどれくらいメモリを使っているか見ます。まだ全然使っていませんね。はい、エラーで止まりました。これ書いてある通り問題ないので次の行に進みます。この再生ボタンをクリックして実行します。1分ぐらいで完了したので次の行に進みます。ここでは用意した絵をアップロードします。ファイル選択をクリックして用意した絵を選択します。また録画できてませんがダイアログでファイル選択してます。画像をアップロードできました。次の行に進みます。プロンプトにアニメを描いてくれる英語を頑張って入力します。実行します。アップロードした画像の保存場所を確認します。コンテンツステーブルギフュージョンイメージキングがアップした画像です。ダブルクリックで見られます。コンテンツステーブルギフュージョンイメージ C イメージ1キングは作業用画像ですね。ここにコピーを取って読み書きしています。うまく画像生成できました。この画像にさらにイメージ2イメージの処理をすることでブラッシュアップしていきます。コンテンツ、アウトプット、サンプルズに出力された画像があります。その下のグリッド0000、キングはリサイクルされる画像です。では次の行に進みます。実行します。グリッド0000、キングがイメージ1、キングにコピーされました。最後のグレーエッジリムーバーは結果に影響しないので飛ばします。はい、エラーでメモリが解放されなくて動かなくなりました。コラボの再起動をします。ランタイム、ランタイムを接続解除して削除をクリック。はい、をクリック。また最初からやり直しです。パラメータをいじるとメモリが足りないエラーが出たりするので慣れるまではトライアンドエラーで覚えていきましょう。ローカルのパソコンに生成した画像をダウンロードします。画像右側の縦3点リーダーをクリックします。ダウンロードで画像が保存されます。生成した画像からさらに生成するリサイクルをやっていきます。ストレングスを大きくして画像が大きく変化するようにします。追加が現れましたね。もう一度リサイクルします。ストレングスを初期値の 0.667 にします。追加が消えました。説明のない設定について調べたので理解してないですが解説します。サンプルズは与えられたプロンプトに対していくつのサンプルを作成するか、別名バッチサイズだそうです。メモリが足りないエラーが出たので確認していないです。CFG スケールはガイダンス、スケール、非常に大きな値を使用すると画像は綺麗に見え、多様性は低くなります。初期値は 7.5 だそうです。イテレーションは説明がよくわからなかったので2で実行した結果を見ていきます。1枚の画像に2つの画像が生成されるようですね。最後にコラボを終了します。ランタイム、セッションの管理をクリックします。今動いているランタイムが表示されています。終了ボタンで終了しましょう。以上で終わりにします。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ここまで見てくれてありがとうございます。